モハメドライトバーサススター、デュエルの BO3 ビナブラケット決勝戦、勝てばグランドファイナル2位以上確定。トア選手ヒールスピットにナイトレイジ、メガガーゴイル、ター選手ジャイデッキ、アイスピタッにしたゴブリンバレル、ここはプリンス受けですね。ナイトも少し高めに置くことでプリのハイダメージがタワーに入らないようにしていました。プリンス先行、ヒールスピード回復、ちょっといやらしいかこれ。マルッキーのカウンターはナイトメガゴで抑えることができそうです。ただここはオダメガゴの一発は通りません。エリクサアドバンテージはライトが握ります。限界突破のゴブリンバレル、右サイドフェイクの方にファイアボール、このファイアボール分少しエリアド取れたライト、ここはしっかりと延命を狙います。ゴブリン、そして限界突破のバルキリー、プリンセスターゲット、このプリンに対して早めの対応しなければいけません。1400一気に削ったライト、メガゴはかなり HP 残していますが、雪玉メガゴ、うわー大砲延命狙いに行く限界突破のボンバー、大砲にダメージが入ります。ヒースピ大砲に届いて、おっガーディアンそっちに行く、ただ2周目大砲が間に合っている。うおーゴブリンバレルまで使っての防衛、このダメージは通らないとドリンクをごくりた。ライト選手いまだノーダメージ、ファイアボール、リトルプリンス手間に寄せてメガガー、あレイジを使ってリトプリ処理、プリンス突進、ただ限界突破のバルキリー、空へも対応ができた。ここで大砲を置く余裕がある、おっと来たゴブリンバレル限界突破、左は強要して右サイドメガゴでの防衛、ジャイプリンス形は組めています。限界突破ないと前に追加することでジャイの HP を残す、そして逆サイドジャイ両サイドアタックを狙うスター選手、メガゴプラスプリンスの火力でゴブリンは処理ができました。右サイド残るジャイアント、左ではプリンス、どうだリトプリにヒット、ただ止まる、たまるこのプリンセスの火力が大きかった。ライトすでにプリンセスが3体います。バレルダメージ一発、雪玉の削りも合わせて800、ラスト30秒、ヒールスピード回復プリンスに届きますが、限界突破のバルキリによってここを一掃、ラスト15秒、バレルの攻撃が通ります。さらに雪玉チューを加えてバレルのゴブリンダメージを通す、左にはたまったプリンセス、右にもプリンセスがいる、両サイド大ダメージ、ライト選手捕獲デッキでター選手を破ります。ジジ
モハメドライトバーサスター、ローリングババリアン、ヤング処理、ロリババということはニコススペル枠ロリババで、空への対応はザッピーがある。迫撃、お、ボーラーの角度が噛み合った。ボーラーダメージ抑える文句、あーこれどうだ。ロイジャイドラカリク、カルマリフレッション、お、これ今跳ね返したか。1500ダメージ入っていません。だこのインドラに対してザッピーがあるっていう、何かしらでザッピーのタゲを奪わなければいけません。あ、空撃タゲはトリトンに、かなりここ文句削ることができます。跳ね返し、限界突破のロイヤルジャイアント、限界突破、迫撃、タゲは取れません。文句ノックバックで、なんとかターゲットチェンジができます。耐えた1900、文句で耐えてボーラ、いやートリトンターゲット取り、限界突破のコウモリによってクリティカルファイアボール、ほらコロリンチョタワーにヒット、2100、追いついてきた削り、ゴブリンオンズラ、高めのコウモリで少しザピーのケアもできています。文句高なのでこれロイジェイは止められますね。ディガー追加、タワーのタゲは文句のまま、ディガーでザッピーの処理を狙う、そしてゴブリン、ギャング部、ヤリゴブが残ってまだいるインフェルノドラゴン、さらに攻める派、空気アタック、文句ゴブリンが刺さってダメージリードを掴んだった。いいタイミング、ボンバー卵も処理するヤノメでした。ここは迫撃、インドラモン、そしてボーラ、一気に決める。さあ選手迫撃まだ1秒残っています。ディガの削り通り続ける、しかもフル HP、 止まることはありません。ター選手が取り返して1対1並びます。ジージーライトバーススター、ター選手ラブハウンド、スロ見てライト橋前特攻、立野選手、ボイド、ここはいやしっかりとナイト飛来シーン、なんか優秀ですね、アチャクの竹取りがタワーと噛み合いすぎている。2回目はダメ、リガイタワーの竹奪うことでアチャク、このアチャク大活躍すぎる。今この一発によってスケドラもタワーだけで抑えそう。ザップのサイクルを回します。ナイトは間に合い、ここの選手
スピード処理成功。いや、どっちも対応ができます。スケドラディガ、ここから2倍タイムがスタート。手に切って手札を回したカー選手、アーチャークイーンは放置して、これ自陣で受けるんだか。ディガブラックの選手アタック、アーチャークイーンターゲットはラバハウンド、アーチャークイーン残っている隙に左サイドでバルーン展開、マッスルからライトテスラ、テスラで道を作ります。カー選手サイドを変える、ラバハウンド展開、エレスピダメージがタワーにヒット、アーチャークイーンボイドで処理、ガーダメージャーしっかりと当てている立野選手、ダメージャー抑えています。ネクストラバ展開、ただこのライトテスラが残っている。うわ、ここでミスド、高めライトで止めることでバルーンが先行、ダブルテスラの火力でバルーンは封じます。止まる、ここでも左ラバーバルーンを通す展開作れるか、縦の選手で平井心残る、あ、でもテスラ削れたぞ、もう一度回していく、いや、いい LSP 防衛のポイズンでバルーンは防ぐ、爆破ダメージも入りません。残り時間50秒、3倍タイムの攻めを見せたいターン選手、ただ先置きテスラ、サイクルをどんどん回していくライト、もう一枚テスラ、次は限界突破です。いやー、テスラ起動、ラウンド削り、防衛のポイズン、パピーまで対応ができる。こうなると通らない、時間も残されていないター選手、ライトは最後まで削りを続けて2対1、ライトが勝利を決めました。グランドファイナル決勝進出はモハメドライトです。ジジ